はい、どうも、皆さん、こんにちは。アラダです。アラダのダンススクールやってまいりました。いやー、でもですね、さあ、やってまいりました。画角が違いますね。ということで、今回はですね、前回に引き続き、こちらでございます。じゃじゃんということで、Google Chromecast さんですね、こちらを使っていきながら、今回はですね、私、ダンスを習得していこうかなというふうに思ってるところでございます。イェイと。習得といっても、一回踊ったことはあるんですけども、踊るの本当に、約1年ぶりぐらいになるかなっていう風に思っても、そのぐらいご無沙汰の振り付けということで、こちらですね、今ちょっとちらっと映像が出てますけども、前回ウォンチューのミュージックビデオを見ていきましたね。で、リアクション動画ということで、本当にたくさんの方たちと共にこう作っていった、ダンスミュージックビデオだったのかなというふうに思っているところでございます。豪華でしょう、本当にね。ということで、新たダンススクール、ウォンチューというミュージックビデオを、経て、羽ばたいていってらっしゃる方たちもたくさんいらっしゃるところで、黒子の現代とかは、ミュージックビデオ出ていただいた後に、黒子として、ザ・ダンスデイに出て優勝されてっていうところですよ。ウワちゃんもミュージックビデオ出ていただいた後にオーディション番組で、デビューを掴んだっていう、もともとお二人ともめちゃめちゃすごい方っていうので、僕はもうお願いしますって言ってお願いして出ていただいたっていうだけなので、ミュージックビデオはまた関係ないんですけども、ただでも本当にそういう意味ではやっぱすごい方たちが集まってくださってたんだなっていうところをひしひしとね感じた回でございました。ということ で今回ですね、 Google Chromecast さん、こちらを使っていきながら、実際に今度はウォンチューのこのダンスですね、サビの部分のダンスをちょっと踊ってみようかなというところでございます。ただちょっとね、不安なんですよ。というのもだいぶ時間が空いているので。ということで、今回ですね、またこちら YouTube を使っていきながら、はい。もう使う手順皆さんご存知ですかね？大丈夫ですかね？こちらの YouTube ボタンをポチッと押していただいてからの音声入力です。で、今回、音声入力、かずきさんが作ってくださってる振り付けで、で、あれ動画、なんていうタイトルだったっけなっていうのがわかんないんですよ。ただ、かずきさんと僕がダンスしてるっていう、この3つのキーワードで、出してみようかなっていうふうに思ってるところでございます。果たして出るのかっていうね、YouTube さんのその機能のところと、あとはその、新田和樹ダンスっていうそのワードで、ちゃんとね、呼び起こしてくれるのかっていうその音声入力のそこですね、ちょっと確認していきたいなというふうに思ってるところでございます。それでは行ってみましょう。Let's go!はい、ということでですね、やってまいりました。場所をこちらからこちらに移してというところでやっていきたいと思います。まず手順としては、一番最初のメニュー画面ですかね。はい、行きました。で、ここで YouTube のボタンを押していきたいと思います。YouTube ボタンを、ほいと。はい、YouTube 出てきました。で、ここからさらに、音声入力をしていきたいと思います。音声入力です。で、今回は、かずきダンス。かずきさんって呼びます。もちろん呼ぶんですけども、新田かずきダンスでちょっといけるのかどうかでもやってみたいと思います。いきますよ。新田かずきダンス。わかりました。関連動画の候補を表示します。あ、出るじゃん。これ。新田かずきダンス。ミュージックビデオ振付公開、K-POP 界のレジェンド振付師シート。これ実際に僕がかずきさんのその振付を教わってる映像にもなってるので、ちょっとこちらを見ていきながらダンスの練習をしていきたいなというふうに思ってるところでございます。それでは、どうしよう。ブラジャーだーゴッツ難しい。やはり難しい。右かな？右、左。細かいニュアンスの差なんですけど、やっぱその手の指の使い方とか、手の形とかですよね、だからね。なるほどね。やばい。1年前踊ったはずなのに、今になってなるほどねって思うのめちゃくちゃある。全然違いますね。手の使い方とか、あとこの体の回し方とか角度とか、あとその一個一個のこの足の上げ方とか、これね結構ね、なんで今こんなにわかるかっていうと、昔スマホで見てたんですよ、ずっと。これ今大画面で見れるようになってますけど、大画面に映して見るとかしてなかったんで、スマホで見てたのよ。だから、このニュアンスはね、ちょっと待って、分かってなかった。そっか。
こっちか、手首。よし、踊ってみます。頑張るぞ。そうだけど瞬間に決める君は踊ってる Yo sexy girl I like it and better girl。 ああ、うわあ。ちょっとチェックしていい？いや、顔の角度ちょっとちげえな。違うな。もう一回やっていいですか？ちょっと。そうだったか。もっと、だからニュアンスの部分。臆測だけど瞬間に決める君を踊ってる Yo sexy girl I like it and get the girl 待って今日は返さない baby だって辛い。ああ、そうか、手が止まってないじゃん。パチッとパチッと欲しいんですね、そこね。 Again。 あー、もう一回。きつい！本当にきつい！アイドルすごい！いやー、手元！くそー！もうちょいだなー。もうちょいなんだよなー。ちょっとセンターじゃない？もしかして。よし。くそ！次こそ。こんなにテイクすると思ってなかった、本当にちょっと。すぐ取れるかなって思ったのに。いやー、細かいとこ気づいちゃうとね。オープンソーだけど瞬間に決める君を踊ってる Yo sexy girl I like it and better girl。 いけたんじゃないかな、いけたんじゃないかな。あー、あー、いけたー。やったよ、あたいやったよ。 OK OK テイクです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ということで、ちょっとね、気づいてしまったからには見逃せないよねっていう部分もちょっとありながらで、ちょっと、パッと見て、パッて終われるかなっていうふうに思ったんですけど、パッと踊って、やって、結構大事な部分、いろいろ今になって気がつくというね、この企画を通じて、全然そんなはずがなかったのに、あ、なんかそういう感じで踊るんだみたいな、普通に学びが始まってしまい、でちょっと自分の中で修正とかが入り、うまくいかないなみたいなので、ちょっと何回かというか、だいぶ踊って撮りましたということで、ちょっとね、うまく踊れてたかどうかっていう、あんまり言い訳はしたくないんですけども、というところで、非常に勉強になりますね。大画面は大事だ、やっぱり。いつもスマホで撮ってスマホでこう見たりとかっていうのもあるんですけれども、
それはまあ自分のダンスをこう確認したりとか、でもやっぱりお手本となる対象がいるじゃないですか。でその人がどういう風に一体踊っているのかっていうところを注意深く見ることによって、その振りの完成度が上がるのはもちろんなんですけども、同時にあ、そういう風にするとダンスが上手く見えるんだっていう、やっぱ上達のあのポイントが隠されてる。ダンスにはお手本の、今日はめちゃめちゃ和樹さん今見てたんですけども、和樹さんを改めて見た時に普通にめちゃくちゃ大事なことを教えてくれてました。動画の中で、あのその見て、動きを見て、手の形だったりとか手首の位置とか、あとその足の上げ方、体のニュアンスまで、こんなににも見えてくるんかいっていうぐらい今見えてきちゃって結構びっくりしてると。というところで皆さん、ぜひこちらの Google Chromecast使ってみてはいかがでしょうかというところでございます。もう音声入力で、今回の振り付けですね、新田和樹ダンスっていう風に調べていただけたら、もう一発で出てきます。で、出てきました。すごいですね、やっぱね。ということでですね、この進化したもう本当にあのスーパーテクノロジーは、ぜひ皆さん活用していただいて、ダンス。ぜひ、上手くなっていただきたいなというふうに思っているところでございます。まだまだ僕も精進しなければならない身でもございますので、ちょっとね、いろいろこう参考に見ているダンサーさんたちをチェックしていきたいなというふうに思っているところでございます。詳しくはですね、また概要欄の方に載ってありますので、気になる方はぜひこちらの方も見てみてはいかがでしょうかというところでございます。持ちやすいですね。あとはね、フォルムが素敵。というところで、皆さんのリクエストや感想などありましたら、下の方のコメント欄からお願いいたします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。つい。